動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白いと思っていただけたらコメント高評価チャンネル登録をお願いします。現在地こちらに立派な看板がありますね。蜃気楼の見える町魚津、富山県東部にある魚津市にやってまいりました。この魚津市は蜃気楼でも有名ですが、他にも漁港がありますので美味しい海鮮料理が有名なんですけれども、今の時間こんなに真っ暗です。今日はもう宿を取ってあります。しかしその宿までが大変、20分ぐらい歩きます。なので当初予定にはなかったんですけど、この夜の魚津市散策してみようかなって思います。なのでぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。観光案内ありました。こんな感じになっています。現在魚津駅なんですけれども、これから新潟方面に向かって歩きます。なんですけれども、大丈夫かな、迷わずに行けるかな。次の動画で魚津市を観光したいと思います。行きましょう。初めての富山、そして初めての魚津、しかも一泊します。魚津駅が見えますね。行きましょう。ましょうと言っても信号が赤だ。向こうに道があります。あっちに進めばいいのかな。とりあえず信号が変わったので進みます。現在の時刻9時7分です。まだほんのちょっぴりですけど桜の花が残ってました。行きましょう。すいません、少々お待ちを。全く知らない道なので、あ、今度はそこを左か。ほんと民家ばっかりだな。あれは学校か何かでしょうか。宿まで残り1分ぐらいなんですけど、見てください、一面これ周り全部田んぼ、すごいとこ来ちゃいましたよ。暗がりでちょっとぼんやりして見づらいと思うんですけど、なんか煙突っぽいの見えてきました。ほらここじゃないかな。あ、こっち裏口だ。あ、ここだ。というわけで本日のお宿到着しました。こっちがお風呂で、本日のお宿こちらです。
辻ワクワクランド民宿茶屋さん、こちらに本日は一泊します。ちなみにホームページ確認しましたら、こちらの民宿茶屋さん、つどまりプランしかないそうです。朝食付きのプランはないので、宿泊されるときは気をつけてください。今回は4000円のプランで宿泊を申し込みました。早速チェックインしてきます。チェックアウト、あ、チェックアウトじゃない、チェックイン終わりました。これからちょっと部屋を探します。と部屋を探すんですけど、あれ、オーマイ、嘘でしょ、2階でした。しかも階段しかなさそう。エレベーターない感じ。エレベーターに頼ってばっかりいるなよ、本当に大変だ。エレベーター、はい、というわけで到着しました。ホームページに書いてあったんですけど、8畳間の和室ということで結構広々してます。向こうにもテレビがありますね。強行スケジュールをこなして旅する着物男子を始めて、初めての和室に大の字で寝転がってみました。アメニティも充実してます。バスタオルに、それからこれは顔を拭くタオル、歯ブラシセット、歯磨きついてます。それから使い切りのシャンプーとリンスとコンディショナー、ここに案内があるんですけど、こんな感じで寝巻きは100円、追加のシャンプー類と歯磨きは無料、シーツと枕カバーの交換は100円ということになっています。そして2階と1階には共用の冷蔵庫、オーブントースターとあります。共用の洗面台、そして隣にお手洗いがあります。編集用の PC セットアップ完了しました。今日撮った撮影素材たくさんあります。ガリガリ取り込んで整理整頓したいと思います。お布団を敷いてみました。自分で全部段取りをするのは多分この旅人を始めてから初めてです。何か中学生の修学旅行を思い出すようで、懐かしくて新鮮な気持ちになりました。あと1時間でお風呂が閉まってしまいます。なので早めにもろもろの支度をして、まずは今日の疲れを癒したいと思います。フロントのすぐ脇に瓶のジンジャーエールとコーラが用意してあります。1本110円です。いただきます。しみる、しみるな。朝食が出ないのでコンビニへのルートがここに書いてあります。ここが共用のキッチンです。電子レンジと、それから炊飯器も置いてあります。このタイプのポットが各部屋に一つずつ置いてあります。特に何か朝食などのサービスがあるわけではないんですが、一応フロントに行けばカプラーノとスナック菓子、こういったものは用意されています。カップ麺を食べるだけなのでこのぐらいで十分だと思われます。このぐらいですね。ちょっと見えづらいですよ。濁っている、ちょっと濁ってたのでやり直しです、はい、どうでしょうか。あ、でもやっぱり濁ってた。まあでも空気の温度が高いので、ここでお湯を作りましょう。
いただきます。今日は疲れましたので、そろそろ寝ます。ここのところ睡眠時間もかなり短いので、体をいたわりたいと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画面白いと思ったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。おやすみなさい。